皆さんこんにちは。だいぶ山の方に来まして、じゃあね、早速やっていきます。こうね、今来ました。いや、荷物ね、一回で持ちきれなくて、もう一度車に戻らなきゃなんないんですよ。今はね、これからキャンプだからテンション上がってるからいいんだけど、今度ね、今度ってか明日片付けが面倒そう。ここテント張る広さがありそうだから、ここにしましょうか。杉の落ち葉が多いからね、焚き火すると気をつけないといけないね。ここね、だいぶ開けてるんですよ。木がね、密集してなくて、テント張れる場所もあるんですよね。じゃあ、ここ。スペース、テント張れるでしょ。じゃあ薪とにかく集めましょう。
たらバターンって危ないかな。折れてる。こうなっちゃってるやつだ。安全だね。
じゃあね、焚き火も燃えましたしね、枝の影になっちゃった。よし、一服しましょう。コーヒーで。ああ、ちらっと映ってるけどね、テントの下がブルーシートなんで雰囲気出ないな。これもね、こういうテントじゃなくてなんか群幕みたいなやつだったらね、こういう場所では雰囲気があっていいんでしょうけどね。お昼ご飯しっかり食べたんで、まだそんなにお腹減ってないんですけど、今日はね、まあ焚き火料理で何作ろうかなと。ちょうどこれ顔が影になるのかな、これ。この辺でいいか。何作ろうかなとね。今日は、ミネラル作ろうかなと思って、まな板とかそういうもの持ってこれなかったから、ちょっと細かくみじん切りとかね、やるの大変でしょ、まな板ないと。ある程度、家で野菜とかカットして持ってきたんです。ですからそれ煮込んでね、煮込むのに少し時間かかるでしょうから、煮込んでいる間にバーベキューをやろうかなと思うんですが、ちょうど今ね5時ですね。少し日が長くなってきて、今日は暖かくて、一応ね、あっち映ってるかな、ジャンバーとね、夜寒くなったらいけないと思って、ユニクロのあったか、なんていうんだかわからないけど、あったかいのね、持ってきたんですけど、今のところね、全然。で、まあ、焚き火がまたあったかいしね。夕方、暗くなったぐらいになっちゃうでしょうけどね、ちょっと落ち着きたいもんですから、こういうのね、これ作るの楽しいんだ。作ってる場面動画撮ってたっけかな。ここら辺の細かいのはちょっと動画撮り忘れてるかもしれないな。作るの楽しくてね、ウッドクラフトの真似事みたいな感じですけどね。でも午後のね2時ぐらいに今車を止めて、廃道をね、林道というか廃道というか、そこを歩いて、場所ね、ここ当初ここが第一候補だったんですけど、もうちょっと奥の方に、もうちょっとこう雰囲気っていうかね、ここは比較的開けてるんですよ。だけどもうちょっとこの森の中っていう感じのところがあって、まあ、そこにしようかと思ったんですけど、この下のね落ち葉の層が厚くて、それどけないと焚き火できないでしょ、危ないからね。ですからちょっとそっちはね、その辺の作業が大変そうだったんで、ここはすぐ土なんですよ、少し落ち葉があるだけで。でそれちょっと周りに避けて、ここにしました。ちょっとね、下に尖った笹みたいなのがあって、少しブルーシート破けましたけど、まあテントは破けずに済んだかな、とりあえずね。わあ、落ち着くわ、落ち着く。ああ、一応念のためにここを事前に地権者の方にこういうことやっていいかっていうのを了解もらってやってます。ここたまたまね、個人の土地なんで、個人で山持ってらっしゃるんですよね。羨ましいこと。直火やらせてもらいますよって言ったら、どんどんやってちょうだいっていうことだったんで、まあちょっとね、燃えやすいように少し穴掘って下から空気が入るように作りましたけど、まあ都会のコンクリートジャングルで毎日ね満員電車に揺られて頑張ってらっしゃる皆さんもね、たまにはどうですか、
こういう森の中に来て、キャンプするとね、なんだか昨日までね、細かいこと悩んでましたけどね、悩んではいないかな、細かいことをいじいじ考えたりもしましたけどね、今はちょっとまあどうでもいいというかね、どうでもいいって言うと悪いけど、あんまり気にならないですよね。今だいたい頭の中で考えてるのは晩飯のことです。まだそんなに腹減ってませんけど、なんせほら調理して食うまで少し時間かかるでしょ。腹がペコペコになってからスタートしたんだと間に合わないんですよ。イライラしちゃうから、そんなストレス嫌ですからね。もうちょっとしたらね、晩飯作るんですけど、今晩飯ね、きっとうまいだろうなと、うまいに違いないと、そういうふうに思ってますから、それ楽しみで、そんなことが頭の中の8割ですよ。もう仕事のこと頭の中の 0.5% ぐらいになっちゃってますからね。ああコーヒーうまい。おはようございます。さて、出来上がったでしょう。